こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、カジノ利権の無料版のレポートが届いてますのでお届けしたいと思いますね。このようなレターになっております。いつも大変お世話になっております。無料ツールの報告ですと。で、今週の収支はマイナス9万3000円でした。ですから9300円ということですかね。致命的な謎の現象が起こるのでまとめましたということで、すごくヒントになるんではないかなと思います。1、ベッド倍率、1ベッドで 500GC、 要するに50円分ですけども、増えた時に同じツール条件で30ベッドで運用していたツールは 5000GC しか増えませんでした。500円ですね。そして負ける時はベッド分負けるよって資金はあまり増えませんが、1ベッドが最も有利だと思いますということで、1ベッドが有利だというふうなね、見識をいただいております。1ベッドでも負ける時は増えるのと比べて3倍程度早く資金が減りますと。要するに負けるときは勝ったときの3倍資金が減るということで、リスクリガードは悪いということですね、これはね。はい、2つ目、同じツール同じベッド数でも同じ結果にならない。おお、これも重要なところですね。今全く同じ条件で5台稼働させて見ていますが、違う結果が出ます。同条件で差が出るのはツールが当てにならないことを意味していると思います。確かにそういうところは大きいと思います。集計のタイムラグかもしれないので、こちらもデータを取っています。はい、集計のタイムラグもあるかもしれないというふうに、公平で冷静なね、やっぱり着眼点ですね。投資家っぽいですね。次の仮説は、このツールは負ける可能性が高いんじゃないかと思っています。500万のツールではないと思います。こういうふうなね、見方、こういうふうな期待ではなくって、現実に即した観点もすごく大事ですからね。今後数週間程度ワンベッドで放置運用して損切りになったら私は撤退する予定ですということで、許容量ですね、負けの許容量もきちんとわきまえてらっしゃるんで、やっぱりこう FX をね、熟練した方とかに、こういうふうな視点っていうのはとっても大事ですね。全ての案件に対して言えることなんですけども、どこどこまで損したら撤退っていうふうに決めとかないと、もう無尽蔵にね、資金を積んで、そしてある時ドーンとね、なくなっちゃうってことになりますんで、やっぱりね、私たちは何度もこういった目に遭うわけなんですよ。大丈夫だろうと思っていたけどダメだったみたいなことね、繰り返しちゃうんですね。だからこれはね、大丈夫だろうと思うのではなくて、ダメなんじゃないかなっていう視点もいつも思ってないといけないですよね。ネガティブな面とポジティブな面、両方の面から検証していくことが非常に大事です。やっぱりね、どんなものでも自動的に増えるとかね、不労所得でみたいなことっていうのはまずないと思っていかないと、自分だけには有利な案件が手に入ったんじゃないかっていう風な、この考えはね、最も有害なんですよ。そんなことはないですと。で、他の人が気づかなくて自分だけがね、それを手にしてるっていうのは本当にないんですよね。ですんで、大事なのはどんな案件にしろ、どんなビジネスにしろ、どんな投資にしろ、それを自分が使いこなせているかどうかってことなんですよ。で、これだけなんですよね。そうすると多くの方が損するものでも自分だけは得したねってことが起きるわけなんですよ。というのが、どんな案件も全員が損するものってないんですよ。一部の人が得をするために、ほとんどの人が、もう見識のない人が損をする形っていうのはね、どんなものでも一緒なんですよね。どんな危機でも、どんなピンチでも、一部の方が儲かるようになってるんですよ。そしてどうやったらその儲かる方に入れるのかっていうところが自己錬磨でございますね。そういうことなんで、本当に放置で、本当にほったらかしで儲かる方法に自分が乗ったとしたら、それはいつでもかまられるね、条件に自分が足を踏み入れてるっていうふうに警戒した方がいいと思います。そういう意味でもね、私はFX を軸にした投資法っていうのをお勧めします。FX はね、嘘も仕掛けもないですからね。常に正直な結果が出るだけですから。ということでございます。今回もレポートありがとうございました。